はい、どうも皆さんこんにちは、クラウドです。久しぶりではないか、マリオカート7動画です。前のマリオカート7の動画の続きです。続きではないか、それから何分だろう、2、30分経ったって感じの感じですかね。はい、まあまあまだ相変わらずね、それなりにいい部屋だったんで、まあタイトルはそれなりのいい部屋で走ってみたっていう感じの適当な名前の動画にしようかなと思われます。はい、まあなんかね、当たり前だと思うけど、普通に走らせてくれるっていうのは当たり前だと思うんですけどね、そうじゃなくなってるのがこのマリオカート7というものであって、まあ Wii の地雷もひどかったらしいですけど、わかんないからな、どこら辺からこういう感じになってきたか俺も知らないからね。 DS とかもそうだったんですかね、わかんないんだよな。あ、これ足りねえわ、さて、まあまあまあいい感じで走ってきてるんじゃないですか。ただ1位が独走してるかなと思ったら何かに当たったようだ。キノコは強いっちゃ強いんでね。でも3位だったらワンチャンね、キノさん。あ、4位だったらセブンが狙え。一番いらんやつ引いたかもしんない。トゲゾウ来ます。それを俺らは避けていく。あ、いいね。ぴったし。あ、神神神。これはいい。うまい。うまい。ダブル回避してる。なぜこのタイミングで使った。あ、ならこれは7位でアイテム拾って、黄金キノコで、マモはキラーなら、キラーなら、セブンのキラーでもさすがに、はぁ、ゴミ、やべえ。やば。はい。キラーはゴミという動画でした。はい。というわけで、あとこのレースでね、感想を戻したらいいかなって感じですね。もう今日は久しぶりにね、まだ1時間も経ってないですけど、そんくらいはマリオカートしたんで、まあ、いいんじゃないかなということで。多分1位になったらね、この部屋だったら感想戻せるような気がするんですよね。生きてねー。今のはもしかしたら、キニコってなんだよ。キリコかよ。キノコ使ってたらワンチャン生きてたかもしれないな。これは判断力のミスです。あとね、こういう感じの、ね、ショートカットできるよ。なんだろうな、TA 何位か知らないですけど、なんかそういうのが発見されたらしいですね。いつの話だよっていう話ですけどね。さて、セブンでこの距離は大丈夫かって言いたいところなんですけど、大丈夫ですかね。とりあえずキラーっすかね。サンダーはいらないですね。うわ、ゴミですね、これ。まずいですね。なんとかなりますか。ちょっとなんで裏ばっかり攻撃してくんの。これだと追いつけないな。待って。なんか一人で走ってるからつまらんよ、これ。そんなところで試さんときゃよかった。なんかいい。てか、サンダーも来ねえからな、これ。なんとか追いつい、なんとか裏が見えてきたか。サンダー来た。まあまあまあいいんじゃない、サンダーなら。いいサンダーですね、これは。なんとか追いつけそうだよね。ここは最後のショートカットそれなりに強いんで、そこまでにアイテムが、おーい、俺のアイテム取るな。せっかく大回りしてたのに。なんてこった。パンナこった。まあ、ラストアイテムで、キノさん、まあ、黄金キノコが一番欲しいっちゃ欲しいですね。それが引けたら、勝ちですね。ああ、それはいい。とりあえず投げとく。セブンが来たら、瞬間的に使うのが基本的なんですけど。まあ。まあ、あの差でも、なんとか追いつけるということが証明できましたね。はい、ラストレースでーす。最後くらい1位取って気持ちよく終わらせたいですね。はい、よろしくお願いします。
意図的にできるかな、これ。すげえ上に上がるっていうの。なんであんな上がったんだろう。わかんないんだよな。たまにあるんですかね、そういうのが。うわぁ。いや、でもこれは、この人に、ああ、いいね、いいね、いいね。そういう感じ好きよ。さて、前の人についていきましょうか。とりあえずこのアイテムで、俺は行きますかね。多分コイン取りに行かないんだ。なるほど。ただ、ダメだな。これはアイテム交換ですね。もったいないけど。何してんだよ。何やってんだよ、団長。あ、まあいいわ。どうせサンダー来まーす。ということで。まあまあ、いいんじゃないですか。え、赤、逆半切ってる。逆半切ってる。R ボタンが効いてくれない。なんで？なんでよ。まあでもこの差だったらね、あのトゲゾウ来たら相手がとっさに判断していても遅いんで、まあそれはそれでいいんじゃないかなっていう話で、とりあえず裏の人を牽制しておきましょうと思ったら普通にミスりました。なぜでしょう。下手だからですかね。なんか重い気がする。気のせいですか。まあここそう、トゲ回避落ち、意図的に落ちれる場所があそこしかないからね。あ、まああるっちゃあるけど、そう簡単にできないから。あとはトゲゾウさえ来てくれたら俺は万々歳なんだけど。ナイス、よし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 。これはでかいんじゃないか。うん、でかくもないね。あんま変わってないね。むしろ裏との距離が詰められた気がするんですが、なんででしょうね。いやー、トゲゾウ来たか。バイバイ。ありがとう。ありがとう。でも、でも、次の人に抜かされていく。うん、意外と接戦なんですけど。これ当たれ？あー、もう危ないな。ダメだ。これは追いつけねえ、さすがに。トゲゾウはさすがにもう来ないしな。いや、来たら、俺に食らいそうな気がするんだよな。まあ、まあ、でも、2位じゃダメなんですかね。2位でもいいと思いますよ、自分。はい、やった、うまい。これが見せ場だった。よし、オッケー。カンスト戻った。よし、終わり。閉店、みんな解散。ありがとうございました。